SM3 は VR グループが運行を行っている強制車体系車式の高速鉄道車両である。フィアットにより製造され、フィンランド各地の主要都市間を結んでいる。編成構成は 4M プラス 2T の電車編成である。1995年11月27日に導入され、2006年にかけて18編成が投入されている。 最初の二編成は、フィンランドの企業であるラウタルッキ、トランステックによって製造されている。SM3 は、ペンドリーのシリーズの一種で、機能的には、1トル460を基本としている。最高運転速度は、時速220キロメートルで、試験走行では最高で、時速248キロメートルを記録しているが、ケラバラハティカンのみ最高運転速度に達している。 通常、フィンランドではシンプルに、ペンドリーノと呼ばれており、フィンランド鉄道の時刻表では、S と表記し識別されている。SM の表記からペンドや、電気の虫の相性がある。1990年代、ペンドリーノシステムが選択され始めたが、これは、フィンランドの鉄道網の多くが、曲線区間の多い自然条件からであった。またペンドリーノを導入することで、 車体傾斜制御により、曲線区間でも旅客の快適性を保障しながら高速運転が可能になり、鉄道路線網を再整備するより安価に済むという利点もあった。車体傾斜制御のおかげで、他のヨーロッパ諸国の TGV、タリス、アベニューなどの高速列車のように特別な高速新線を必要とせず、既存の鉄道路線が活用できた。 TGV のように時速3 0 0トル以上の高速運転は不可能であるが標準的な列車として広範囲な鉄道路線で運行できる特性を生かしている。フィンランドでは人口密度の低さから高速新線の建設は経済的ではないという理由もある。車内設備ではそれぞれの座席にラジオや音楽チャンネルが楽しめるイヤホンソケットを備えたオーディオ装置や パソコンなどが使えるようにコンセントが備えられている。また、教職設備としてバースタイルのビストロが備えられている。ありがとうございます。